これから麻婆豆腐作ります。よいしょ。今日はまた大好きなこれを使います。やっぱね、何十円か高いけど美味しい方がいいっすからね。よいしょ。本当は今日城ヶ島行く予定だったんですけど、まさかの、またいつもの呼び出し、今日オッパマまで行ったんですよ。オッパマってあれっすよね、横須賀っすよね。なんか野球場があるのは知ってるんですよね、ベイスターズの2軍かなんかのが。前デーブ大久保チャンネルでオッパマって名前聞いたんで、ふざけんなよと思ったけど、まあまあしょうがないですからね。なんか会社休む人が多すぎます、急遽。結局一応ね、立場上、本当はその何、売り場とかやんなくてもいい立場なんですよ。人件費もかけられないし、まあまあしょうがないっちゃしょうがないですけどね。お金もらって稼いでる以上は、それはもうあくまでも猫ちゃんたちのためですよ。横須賀からボランティアしてくれてるお魚さんにも言われましたからね、猫ちゃんたちのために耐えてって。多分この動画を通じて俺が病んでんのは分かったんでしょう。まあ今日は前回ほどじゃないですけど、よいしょ。ほぼほぼ今火が通ったんで豆腐入れます。跳ねた。いやー、もうめんどくさいかんね。もう手切りですよね、やっぱりね。よいしょ。ほんとたまにはね、包丁で切ってやつ食べたいです。っていうか会いたい、猫ちゃんたちに。そう、マツコもほら、いつね、引き取られるかわかんないじゃないですか。それ考えたら、そう、動画も全部飛んじまったし。次、タレかけます。そう、例えば、なんだっけ、マツコが暮らしてるエリアとかは、やっぱマツコが人気者だから、餌くれる人がいるんですよ、定期的に、ちゃんと。だからまだまあって感じなんですよね。で、漁港の猫ちゃんたちはご飯あげる人がそのボランティアリーダーさんしかいないんですよ。でそれプラス、あとみーちゃんのところも時間帯別でボランティアリーダーさんしかご飯あげれないんですよね。まあそれはもうしょうがないことだから、全然ね、そればっかりはもう。でも本当にボランティアの人たちがいっぱいいてくれてよかったです。これでもし本当に猫マラソンみたい、猫マラソンさんみたくね、一人で全部やってるっつったら、猫ちゃんたち、ね、俺みたく毎日来れない人間が面倒見せたら大変だし。やべえ、猫マラソン登録してねえや。よし、できたー。あ、まだだ。あぶねえ。山椒入れんの忘れてました。山椒好きなんですよね。ほんと昔、大嫌いだったのに。で、まだここにも山椒あります。でも山椒嫌いな人って多いですよね。やっぱ。大嫌いだったもんね。ほんとに食べるもんじゃねえよなと思ってたのが、今で大好きですからね。よいしょ。はい、とりあえず麻婆はできました。ここからが問題なんだよな、特に麻婆豆腐系は。10つったぞ。跳ねたのかな。
仕事終わってから料理って面倒いっすよね。あ、ニンニク入れるの忘れた。パウダーにするか。あと今日なんか煮物が食べたくなって煮物のパウチも買ってきたんすよね。頼む、トラブルなんか入ってくれ。お、いいね、トラブルなし。ガーリックパウダーかけます。うるれ、まあね、明日城ヶ島行くんでパワーつけないとね。そう、このね、お札塩バターっていうの買ってみたんですよ。まあね、マリアナギさんだからね、失敗はないと思うんですけど、温めずこのまま食べます。暑いんでクーラーね27度にしてるんですけど、やっぱね埼玉の暑さはね異常なんですよね。出てこねえし、これえ、なんで。せえな、俺。うん、こうか。よっしゃ、できた。ニンニクとひき肉たっぷりの麻婆豆腐と、お札塩バターです。ではいただきます。